平和会議が予定されたハンブルクにロシア大統領は姿を現さず、現在も行方不明です。和平交渉の見通し、マカロフが次の手を打ってきたみたいだな。それが広がってるなら奴が広めた情報だろう。彼はどこから始める？アフリカだ。マカロフは地元の民兵組織を使ってシエラレオネに物資を運び込ませている。そこからモロッコ、そしてスペインへと流れていく。物を鍛え、女王陛下の玄関口にまでな。罪には何だ？わからない。だが奴にとって重要なものだ。ならいただこう。川を利用すれば近づける。積荷は八重地内の工場に保管してるらしい。だが民兵たちがその一帯で虐殺を続けている。そこら中にいるぞ。マカロフのことだ。そう簡単には行かせてくれないだろうな。それに作業の進行を見に奴が現地入りしてる可能性もある。奴が再び動いたら我々も動く。外まで来たぞ。了解、1時間後に迎えに来る。工場はここから遠くない。マカロフの積み荷があるはずだ。音を立てるなよ。行くぞ。目立たずに行け。民兵がそこら中にいるぞ。そう、今回は死ぬなよ。自分の心配でもしてな、ご老体。車両は接近中だ。伏せろ。オールマンドンダイ、オールマンのニャリダイ、フェンディアダワンデ。敵2名、11時方向だ。排除しろ。クリア。橋の上に二人、始末するしかないな。ドラッグが通過するまで待て。排除しろ。前進だ。
工場が見えたぞ。道の先だ。よし、ソフト、俺は前進。有利は見張りだ。屋根の上から援護してくれ。有利、配置につけ。敵が接近中。5メートルの位置だ。西からもう2人来るな。始末しろ。前進。道路に別の見回りだ。素早く片付けろ。移動。移動する。突入する。クリア。クリアだと。どう見てももぬけの殻だ。いいぐらい。工場には何もないぞ。マカロフの手がかりもなしだ。町の中心にある民兵組織の本部に移ったんだろう。今からそちらに向かう。気をつけろ、お客さんだ。発見された。AKにも近いろ。ユーリ、走れ。合流しろ。
手厚く歓迎してやろう。ユーリ、屋根の迫撃砲を使え。ドラを見舞いしてやれ。迫撃砲で挨拶してやれ。敵軍が見えないと歩兵が多数を片付けろ。ドラにいる奴らは全部敵だ。動く奴に迫撃砲を見舞いしろ。そう、ドアを頼む。見つけ出して本人に聞くさ。